それではスティービーワンダーのスーパースティション、この途中の部分に出てくる裏メロみたいな部分、これをギターで弾いてみたいと思います。でどこに出てくるかと言いますと、途中でですね、この次なんですね。はい、ここの部分なんですね。これ割とそうですね、セッションだとシンセの人が弾いたりしたりすることもあるんですけれども、まあ、その鍵盤の人がいないとかそういうなったら、ギターでここを弾いてみるとすごく曲らしい雰囲気が出て、おすすめです。でこれ今オクターブ奏法で弾きましたけれども、別にこれは、単音で弾いても構いませんし、どれが正解というわけじゃありません。ただ、こうオクターブ奏法で今のように弾くと、結構そのメロディーが浮き出てきて、曲としての雰囲気ががっつり固まっていい雰囲気になると思います。それでは弾いてみてください。